大人の社会人としてこういうご指摘を真摯に受け止めて、私としては実践に基づいて報告しておりますけれども、議員という大きな立場から見ればご指摘をやはり真摯に受け止めて、どこかで折り合いをつけなければ大人じゃないと思うんですよ。ですから私はその議員という本当にもう僕は小さな子供が大好きで、本当に子供が大好きなんで、ですからもうそういう子供たちに本当に申し訳なくて、県民の皆さん、私も本当にもう死ぬ思いで一生懸命落選に落選を重ねて、見知らぬ西宮市に移り住んで、やっと県民の皆様に認められて選出された代表者たる議員であるからこそ、本当にこうやって報道機関の皆様にご指摘を受けるのが本当に辛くって情くなくて、もう子供たちに本当に申し訳ないんですわ。涙の会見はさらに続きます。ですから皆さんのご指摘を真摯に受け止めて、議員という大きなカテゴリーに比べたら折り合いをつけるっていうことで、少子化問題、高齢者問題は我が県のみならず日本中の問題じゃないですか。そういう問題を解決したいがために、私が立候補して文字通り世の中を変えたい、その一心で県民の皆様のご指摘を受け止めて、一人の大人として社会人として折り合いをつけましょうと、そういう意味合いで自分としては、なんで人生に基づいてきっちり報告してんのに、なんで自分を曲げんやと いかんのやと思いながらも、もっと大きな目標、すなわち議員というそういう大きな括りの中ではごくごく小さいものなんです。涙を流しながらも知事にとどまる決意は変わりませんでした。再度ちょっとあ